おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきたいと思います。ソウさん、アリスさん生存のダミーズ全滅ルートやっていきたいと思います。前回はソウくんと銀くんの過去をね灯籠で見まして、その後どうするんだったっけなってところで終わりましたね。じゃあもう早速やろうと思うんですけど、灯籠を使ってこの中を見たりとかするんだったかな。あれだよね、極上忍ぶ、そうそうそう、指名手配極上忍ぶ、天国事件脱走犯、犯人に心当たりがある人この指止まれっていうことなんだが、いや、この極上忍は一体誰なんだろうね。まだ出てきてないのか、それとも今まで出てきた人が誰か偽名を使ってるのか。わからない。ちょっとね、情報がなさすぎるんだよね。確か手紙みたいな、メッセージみたいなやつがさ、こう壁から出てくるはずなんだけどさ、その情報を踏まえたとしてもわからない。天国事件。銀、どうした？天国事件。昔あったヤクザたち同士の殺し合いにゃ。え？どうして銀がそんなことを。わからないわ。今急に思い出して。灯籠をつけたからか。うん、これを銀くんが知ってるのも謎だよね。なんでだろう。誰かに教わったんだにゃ。この事件で生き残って頂点に立った人が裏の世界を牛耳ったわい。よく思い出してくれた。これも失われた記憶なのかもしれない。サラ姉ちゃん。それにしても指名手配ってことはアスナロがこの人物を探してるってことなんだよな。犯人に心当たりある人この指止まれか。で、指出てくるんだよね、確かね。ん？指の文字が膨らんでるような。はい。文字に触れるとカチッと音がした。なんか落ちてきたわ。一本の指を手に入れた。ヤクザの小指にゃい、キモいわ。突然な、生々しい指が落ちてきたらキモいわな。何かの手がかりになるかな。これ、サラちゃんがその動じなさがすごいんだよな。まあ、もちろんね、いろんなものを見てきたからっていうのはわかるんだけど、それにしたって動じなさすぎなんだよな。すごいよな。ではでは。部屋が変わったにゃい。驚いてるみたいだな。あ、これだ。文字が浮かび上がっている。頭上注意、一人の時は気をつけて、と書かれている。天井か。別に何も。ウェーイ、腕、こんちゃー。腕が落ちてきた。一体、誰の？あれ？人形の手か。一緒に、髪も落ちてきたみたいだ。ランクアップパーツ、蒸気噴射反動、プレゼント、と書かれている。ランクアップパーツって、まさかこれ、付け替えられるのか？ランクアップパーツ、熱噴射ハンドを手に入れた。で、黒板に怪しげな同意書が貼ってある。灯籠の明かりで黒く塗りつぶされた部分が光ってる。拭いても擦っても塗料は落ちない。ダメか。何か落とす方法があれば読めるんだが。で、これはランマルクに頼ることになるんだけど、ランマルクに会わなきゃいけないね。で、この辺は？あー、そうだったわ。ここに、早坂確かいたんだよな。あ、ひなこちゃんいる。なるほどね。真面目にエレベーターの周辺を観察しているな。何か気づいたか、ひなこ。あのさ、サラ先輩。これって、ブレーカーが落ちてるんじゃない？え？エレベーターのブレーカーは、下の4階にあったじゃん。それって、メイプルが？下の階にいる誰かが。マイカ・キュー太郎。まさか刑事さん？誰が何のためにしたかわからないけど。気をつけなよ、サラ先輩。で、ひなこちゃんにも灯籠は使えない。何？
そんな暇ないんだけど。付き合ってくれなさそうだな。残念。あと言ってないのは、制御室か。ああ、そうだった。赤くなってるんだった。真っ赤な画面が表示されている。あれ？シンさん？シンさん、どうしたんですか？言わないから。誰にも、もう、誰にも。助け。ああ、かわいそう。画面が、殺されたのか。私たちにヒントを与えすぎた罰。ふと思う。緑の感覚では、私たちの命も真の AI 同様。気に入らなければ壊す。おもちゃなんだろう、と。いやーん。悲しすぎる。あれ、あと言ってないのってどこだ？わかんないや。アリスさん、なんだか気落ちしてるような。アリスさん？トランシーバーと、ボイスレコーダー。何か深く考え込んでるみたいだ。あれ、ランマルくんどこにいるんだろう。ランマルくん見つけられないんだけど。あ、いた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 。そうだ、シンくんのやつが終わってからじゃないと現れないのか、ランマルくん。なるほどね。どうも。サラ、大変だ。俺、ここで放送機材を調べてたんだけど、モニターに映ってたシンの AI が。ああ、緑に殺された。おそらくな。気づいてたのか。仇は取ってやりたいが。わかってる。できることをやるよ。俺はもう少しここの機械を調べてみる。用があれば来いよ、サラ。このハンドいらんすか？それで、このスイッチが、どうするか、話をする。なあ、ラマル。ランクアップパーツのことなんだけど。わ、それ、手に入れたのか？ああ、おそらくダミーズなら付け替えができるみたいだが。しゃあねえな。貸してみろよ。いいのか？だって、俺にだけ店に来てくれたんだろ。まあね。まあ、ランマルくんですからね。ランマルくんにしか心開いてないんで、うちのサラちゃんは。どうよ、馴染んでるんじゃね？違和感が全くないな。触覚は残ってるのか？能力を使ってみてくれ。触覚残ってるの？あるって！触んなくてもいいだろ？いや、触るよ。だって、触りたいんだもん。ねえ！蒸気噴射ハンドと書いてたからには、そういうことができると思うんだが。蒸気噴射？そんなもん、水分がないとできねえんじゃねえの？水分か。しゃあね。ついていくよ。使い道探そうぜ。あ、あともしかしたらこれも、指？交番で見つけたんだ。一応パーツかもしれないしな。一本の指もついでに渡した。そうか、ランマルくんが指持ってるんだっけ。いらないもん押し付けてるわけじゃねえよな。で、飲み物をもらいに行きましょうかね。ここの奥。はい。飲み物ください。一応ドリンクサーバーも使えるらしいけど、充電するための電池を消費するらしい。ランマルに水を与えます。ランマル、水を飲んでくれ。なんだよ急に。だってこれを使ったら充電器の電池量が。いいんじゃねえの、考えがあんだろ。車だ。じゃあジンジャーエールで。甘いのしか飲めねえのか、てめえは。ランマルはジンジャーエールを一杯飲んだ。思ったより炭酸きつ。それで？これで蒸気噴射が使えるかもしれない。そうか、試すんだな。と言っても気軽に使っていいわけじゃない。使うべきタイミングが来たら試してみよう。使
うべきタイミングはここだ。どうしよっか。黒く塗りつぶされた部分、どうにかして知る方法はないのかな。灯籠で、はい、蒸気噴射してみてください。ランマル、蒸気噴射だ、行け。おお、ポケモンかな。消えました。これは、私は願いを叶え、アスナロへ献身することを同意します。どういう意味だ、アスナロへ献身って。そのままの意味、難しい感じだな。難しいな。確かに難しい感じだな。小馬鹿にすんなよ、高校生だぞ。要はアスナロに我が身を捧げるってことだろう。デスゲームで命をもてあそばれても文句は言いませんと受け取れるな。願いを一つ叶える対象にかよ。ありえねえ、俺たちはそんな文書にサインを。こんなデスゲームの招待状に。じゃあ私は、緑は私にサインするよう迫ってきた。最後の一枚、そう言いながら。なら、なぜ私はここにいるんだ。あ、もしも私がデスゲームを終わりにしてってお願いしたらどうなるんだ。あ、はあ、私の命を犠牲に全てが終わるんだろうか。バカなこと考えるなよ。そんなの意味ねえじゃん、いやだ。ただの思いつきけど、もしそれが可能ならと、心の隙間にひやりと冷たい風が通ったように感じた。行きたい、死にたくないと思い続けてここまで来た。なのに、その正反対の気持ちに心が惹かれる。死ねば楽になる。死ねばみんなが救われる。そんなわけないだろ。展開違うんじゃない？それでは、救われない。自分が。自分？死にたくないんだ、私は。それは、誰かを犠牲にしてでも、生き残りたい。違う。利用しろ、他人を、心を。ダメだ、そんなこと。大丈夫、どうせみんな死ぬ。サラ、行こう、ランマル。ここ離れなきゃ。 BGM がありません。セーブします。大事な気がします。移動しますか、ランマル君。移動させてくれるかい。させてくれませんね。なあサラ、どうした、早く。俺、サラには死んでほしくねえ。ランマル、だからその、優勝ってどう思う？
急に、何を言い出すんだ。メイプルが、言ってただろう。優勝。それって、どういうことだ。みんなを裏切って、そして、変なこと考えるな、ランマル。私は、みんなで脱出したいんだ。そうだよな。みんなで、全員で脱出、だ。でも、できんのか？そんなこと。ランマル！俺さ、サラと一緒にいると、どんどん行きたいって気持ちが増していく。本気になればなるほど、死が怖くなっていって、車田を見て、気づいちまった。今はもう、死にたくないんだ！そんなの、みんな同じだ！だから、勝たなきゃいけないんだろう。俺一人生き残りたいなら、さらに手をかけるだけだ。でも、そんなのできない。だけど、サラ以外なら、殺せる。なあ、サラ、優勝、してくれよ。ランマル。そんなの、うまくいかないよ。え？私は、何を？大丈夫だって、サラ！私には、仲間を殺すことなんて、できない。わかってる！俺が全部やる！バカ、何を！サラは望んじゃいないんだ！そうだろ？全部、こっちが勝手にやることだ！ダメだよ、ランマル。君にそんなこと、させたくない。いいんだ、サラ。俺は、ランマルを傷つけたくない。大事な、友達を。大丈夫だ。ありがとう。うまく、やるよ。アリスだって、そうだって、ケージだって。ソラ！ダメだ！ソラ、やっぱり、そんなの間違ってる！みんなで、一緒に、おい！何かが込み上げてくる。どす黒い何か、ドロドロしたものが、体中を満たして、暴れ回っている。すべてを吐き出して、楽になれれば、どんなにいいか。もう、私にはわからない。本心も、誰かを思う気持ちも、自分の、心が。
落ち着いたか。忘れてくれ。今の、すべて。限界オタクになっちゃった。ああ、いやー、うわあ、私こっちのルート結構好きいや、もちろんさ、希望があったルートの方がね、綺麗なのよ。でも、こういうこう、人間のドロドロした裏のこの感情が、あるのが見える描写が私すごく好きなんですよね。ああ、めっちゃ良かったな、今のシーン。すごい好き。すごい好き。51ね、ファイル51。ちょっと絶対上書きしないわ。いつでも見れるようにしとこう。よし。じゃあ移動しましょうかね。いやー、惜しかったなー。ついにサラさんが目覚めるのかと思ったけど、結局頼れるリーダーのままだ。緑、すべて見てたのか。あー、ここで喧嘩になるやつね。いやー、こんな紙一枚で荒れるねー。何がそんなに楽しい。あ、でもここジョー君がその髪に関係してるんだよみたいな話されるシーンだと思うけど、ジョー君のこと覚えてないからどうなるんだろう。ちょっと気になるね。何がそんなに楽しい。だってデスゲームに参加させるために書かせる紙なんだからさ、終わりにするなんて聞き入れるわけないよね。100歩譲って有利にする願いなら叶えてもいいけど。なぜ私はここにいる、緑。その同意書に私はサインしていないのに。君がここにいるってことは、誰かがそう願ったんだろうね。ま、そんなことはいいんだ。僕はね、本当に残念なんだよ、サラさん。君には、目覚めて欲しかったんだ。覚醒、最高の治療院サラに。どういうことだ。そりゃわかんないよね。僕の誤算は、ジョー君を参加させたことだよ。ジョー君？はじめから僕は反対だったんだよ。調整、なんてね。話が見えない。サラさんがずっと持ってるその勝率表、何のためにあると思う？それそれ。僕たちが賭けでもしてると思った？銀君はオーナー10万円なんてさ。だったら、何のために用意したんだ？いくら賭けたんだ？データマニアなのか。前何にしたんだっけ？ちょっと調べてみるわ。待ってね。あ、データマニアなのかって聞いてますね。なんで、まあ、いくら賭けたんだって聞くか。いくら賭けたんだ？話聞いてないのかな？このデスゲームは、神聖でなきゃいけない。皆、平等にチャンスを与え、生き残る方法を与える。つまりね、勝率は、平等にしなきゃダメだったんだ。平等だと？その通り！要は、ハンデキャップを与えたんだ。
力の弱き者に、助っ人を、ね。あ、それが、勝率の調整。そんな、バカな理由で。許せない。それはおかしい。まあ、サラちゃん的にはそれはおかしいって言うんじゃないのか。それはおかしい。だって、勝率表では、私はトップじゃないか。私の味方を増やすなんて、変だ。だから不思議だよね。サラさん、君はね、味方がいた方が、弱いんだ。はぁ？思い出すなぁ。ジョー君のいない世界線の君は、本当にやばいやつだったよ。誰よりも高い生存本能。何をしても折れない心。知略、計略、謀略。生き残るための方法を、何でも使った。何より一番恐ろしかったのは、他人の死を利用したこと。殺しておいて涙を流し、みんなの心を打った。絶大的なカリスマさ。自己犠牲なんて考えはゼロだったくせに。ねえ。人工知能でテストを重ねるたびに、僕もゾクゾクしちゃったよ。あのままの君に会えたらな。でも組織の方針は従わないとね。僕も大人だからさ。どう？サラさん。ジョー君はうまく足を引っ張れた？そんなことのために親友を、え、思い出した？サラちゃん？殺されたって言うのか。許さない。え、思い出したの？サラちゃん、だってジョーのこと覚えてないのでは。ねえ、勝てると思ってんの？許さない！お前だけは！君に期待してるのはこんなやり方じゃないよ。返せ！みんなを！みんな？魔王さんだって、カイさんだって、表に名前が載ってない人はみんな無関係ってことじゃないか！くだらない理由でおもちゃにされて、私たちはみんな普通に生きてきたのに、一生懸命普通の生活をしてたのに。はあ、やれやれ、本当に君は優しくなって。そうじゃないだろう、サラ。君はもっとずるくて最低で、あくまで魅力的で最高で、あの時の君に戻ってよ、サラ。やめろ。あれ、いたのか。ねえ、今本気で殺す気だった？おかしいな。そんなことしたら君は死んじゃうんだよ。うるせえクズ野郎、てめえなんか殺してやれ。ふん、君もサラさんの足を引っ張る？なあ、またま
鬼ごっこファイナルだ。誰かにタッチしなきゃ死んじゃうよ。君もサラさんのために消えてよ、ランマル。そしていい景色を見よう、サラさん。待て、くそ、緑。おうぜ、サラ。そうか、私をつなぎ止めていたのがその親友なら、思い出せなければ私は。ランマル、しまった、追わなきゃ。うわあ、どん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 悪い方向に行っておりますけれども。気持ちいい。ね、ランマルくんの訴えがね、すごく嬉しかった希望ルートも最高だったんですけど、あっちは、感動するというか、ギュッてなる意味で、あのルートも最高に好きだったんですけど、サラちゃん自身のこの苦しさというか、なんかもう抑えきれない自分の欲望というか、こう生存本能を見れるこっちのルートもとっても好きだなー。楽しいよー、面白い、君がしねー、最高ってことで今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回はランマルくんを追ってね、ランマルくんをこう首輪から救うために奔走しようと思います。ではまた次回、オスピオでーす。